こんにちは、ゆうです。パズドラのお時間です。さっきの動画で言うの忘れてたんですけど、パズドラ11周年おめでとうございます。あい、もう本当にこんなにね、長く楽しませていただいてるあのゲームは、本当にパズドラがね、初めてで、はい。もう僕もね、もう人生のほぼ3分の1、はい、パズドラに捧げております。3分の 1?そうやね。3分大体。はい。で、もうね、ジオン、とりあえずね、ジオンの、称号が取れそうになったんで、それは取っております。で、早速つけております。はい。で、メールのね、もうガチャゲットできるやつも、本当にもう全部クリアしたんで、はい。そしたらもうね、全部引いて、あとは無料で貯めた90個も、全部ガンダムに突っ込んでいきたいと思います。はい。あ、ガチャ動画ですね。今回、本当ガチャ、ごめんなさいね、ガチャ動画ばっかりで。はい。それではね、とりあえずね、フェス限確定スーパーゴッド S6 連、引いていきましょうか。はい。もう昨日面白かったですよね、ね。あれこそがパズドラの生放送ですよね。おー、まだ、味噌汁、サレーネ欲しいんですよ、僕。いや、サレーネ欲しいよ。そう、ここはメインじゃないので。わー、プレッシャーか。あ、でもいいっすよね。はい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 。お、1体所持。よかった。ここで2体所持とかなったらネタバレ食らうからね。はい。マジでサレーネ欲しい。サレーネ本当に欲しいんですよね。これからランク1100。もうランクちょくちょく上げててね。いや、ソフィーか。まあ、ソフィーもね、優秀なキャラなんで。はい。ラスト!よーし、ここで。ここでサレーネ。サレーネ。いやー。なかなか出んな。でもね、結構ね、もう2年ぐらいやってるんかな、このアカウント。1年ちょいか、1年半ぐらいか。ちょっとお気に入りします。はい、お気に入り終わりました。はい。でな、サレーネゲットしたことないんですよね。もうサレーネキティやったら持ってるんですけどね。はい、それではね、メールから引いていきましょうか。ちょっと。開催記念ガンダムシリーズガチャ無料から全然、もう何が出てもね、でも嬉しいですよね、もうガンダムって言えば。結構ね、さっきの、多分その、このより前に上がってる動画で語り尽くしてるんですけど、はい、もう、ごめんなさい。オタクモード全開になってるわ。いやー、ギラ動画ね。はい、いいっすね。ビームマシンガン。ガンダムのゲームはね、僕、本当にね、もうガンダム VS シリーズももちろんやってますし、G ジェネレーションもやってますし、お、ジム出るんか。おー。60ミリバルカンか。おー。ビームスプレーガン。いやー、おー、くしょ、これ激アツなんですよ、ほんと。ほんと、ガンダムね、ガノタからしたら、ほんまに。マジでプランも作りまくってましたからね、僕、ほんとに。あー、これエアリアル、ごめんなさい、エアリアル、もう、先、ほんまに、公約しちゃいました。はい、すいません。普通に結構工夫したら、ガンダムキャラ入れなくても、クリアできるんで、皆さんもどうぞ、お気軽に挑戦してください。リックディアスね。リックディアスについては前の動画で語ってるので、はい。多分僕、ガンダムについて、それ単体だけ、おしゃべりだけで動画出せるほど、多分知識は持ってます。はい。ほんまにそれだけは言える。購入歴、はい。無料配布分、90個です。90個で。いやー、何狙おうかな。とりあえずね、サザビーとガンダム欲しいですよね。ニューガンダムとサザビーは使いたいっていうので。待って、でも何でもいいよな。何でもいいよな。とりあえず引いていきましょう。1回ずつね、はい。うん。ゲルググね、これね、多分、あれでしょ、4体いたらいいんか。4体いたらいいっすよね。よし。じゃあ、まあ、はい。ゲルググ作ったのは、まあ、シャア専用ゲルググがもちろん作ったんですけど、ガトー専用ゲルググとか作って、それに角をね、削って、プラモの枠のパーツで削って、角作って、体調機に仕立てたりとか、いろいろありましたね。あとね、新松永専用ザクにね、カッターで傷入れて、ダメージしたり、当時小学生なんですけどね。はい。いや、こっちもウィングか。おー、でも嬉しいよね。ターゲット、ロックオン。いやー、ロックオンといえば、ロックオンストラトスとかどうなんですかね。多分女性人気すごいでしょうね、ロックオンストラトス。いやー、いいね。
よし。そうそう。ほんで、ガンタンク買ったら、ガンタンクのキャタピラ部分に泥の塗装をしたりとか。いやー、プロミデンス、こっちも出てくれたか。ありがてえ。他者より強く、他者より先へ。いや、もうほんとね、この、プロミデンスガンダムに乗ってる、そのラウル・クルーゼっていうのがいるんですけど、本当にセリフもめちゃくちゃ刺さりまくるんで、もうめちゃくちゃ悪なんですけど、めちゃくちゃこの世のなんこの世界にはびこってる中、憎しみすべてを語ってるんで、ぜひ見てください。本当にもう最終決戦だけでもいいから、本当めちゃくちゃかっこいいんで、関智一さんのね、俊彦さん、どっちかもわからなくなってきた。リックディアスね。はい。で、あと40個ですね。はい。いやー、楽しいね。ほんまに楽しい。いやー、金しか出ねえよ、さっきから。あ、ジンはね、ミゲルっていうね、あの、TM レボリューション、TM レボリューションって言わへんの、まあ、どうなってるかわかんないですけど、西川さんがね、西川の兄貴がね、乗ってらっしゃいましたね。あー、これ、鉄血オルフェンズの、ガンダムキマリス。俺にも誇りがある。いやー、この人もね、すごいいいキャラなんですよね。もうなんか、鉄血オーフェンズってなんかもう、クミみたいな、なんか、そういう界隈の人がガンダムの物語に出てきたらみたいな感じなんで、お、プロビデンス、2体目、嬉しいです。さあ、ラストとなってしまいましたね。あー、もうなくなるんか。さあ、サイリアぐらい出しとくか、もう1体ぐらい。はい。よいしょ、ダイヤ。いやー、殿下。おー、なんか結構、かぶってるな。あ、さっきの動画、振り返っていいかと。よし、じゃあ、正直キャラ見てみましょうか。結果ね。はい、こんな感じですね。ほら、エアリアルクリアしちゃってるでしょ。はい。エアリアルに、まあ、こんで、ジムからか。ジム、リックディアス、ゲルググ、ギラ動画、ウィングゼロ、あ、ウィング、プロビデンス、リックディアス、ジム、こう、名前忘れた。プロビデンス、はい。あ、ごめんなさい。頑張らなくガンダム決まりですね。はい。楽しいね。いやー、ガンダムコラボ楽しい。これでまだいいねもあるんでしょう。あ、とりあえず交換状見てみましょうか。はい。いやー、なんとなんと、めちゃくちゃその、フェス券を、配ってらっしゃったので、ガンホー配ってくださったので、全部交換できますね。あー、嬉しいなー。これは嬉しいなー。ダブルゼータガンダムのね、このジュド・アーシャっていう、パイロットフランキーの声優さんと同じ方なので、はい。あのゼータガンダムの飛田さんもね、ま、ちびまる子ちゃんのだったっけ、たまちゃんのお父さんとかやってらっしゃいますね。はい。いやー、あと交換はね、また交換何かね、選んで動画にしようかなと思ってます。はい。ごめんなさいね。もうついついガンダムになるとね、もう語っちゃうんすよね。はい。もう、新卒の頃、一人暮らししてたんですけど、もうそこの家にね、先輩とか連れ込んで、とりあえず、先輩って連れ込んでって言い方悪いな、男の、ね、知り合いな、先輩なんですけど、一緒にね、これ見てくださいよって言って、ガンダムの DVD 見たり一緒にとかして、遊んでるほど本当にガンダムが好きで、はい。プラムも作ったし、小説も読んだし、アニメも見たしって、大好きなんで、いやー、もうガンダム期間楽しんでいこうと思います。11周年ね。まあね、1日目、2日目からガンダムが楽しめるなんて、もう夢にも思ってませんでした。本当にガンホーさんありがとうございます。改めまして、おめでとうございます。11周年。はい。はい、それでは、ね、ちょっとなんかもう喋りすぎて酸欠になって、ちょっと眠くなってきたんで、とりあえずここら辺で聞いたいと思います。よかったね。この動画が良かったよって方いらっしゃいましたら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。あとね、概要欄に Twitter のリンクとか貼ってあるんで、そちらもよろしくお願いします。それじゃあね、バイバイ。